ちは。なんだかお久しぶりです。サボってました。久しぶりに現れたんですけど、今日なんだかわかる？解像度的にわかんのかな。なんかちょっと違う違うと思わへん。微妙に2ピクセルぐらい違うかもしれない。画面上スマホで見てたらわかんない。ほら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 、この辺スマホで見てたらわかんない。まあね、うん、いやこれね、あのピチキョーチャンネル の、うん、あの視聴者の方って、見てくださってる方って、うん、アナリティクス見たら35歳から55歳の男性が 97% を占めてまして、まあ、絶対需要はないと思うんですけど、その奥様も見ていただいてるかもしれないんで、あのうちの経理のリンカさんのお友達が開発したなんかイケてるつけまつげの紹介をしたいと思います。この時点で切る人多いかな。なんかね、つけてもらったんですよ。 F3 のチャンチーしかない。まあそう言わずにちょっと見てください。あのその前に彼女のメイクのビフォー&アフターがすごいんですよ。でその動画があって、あの概要欄にその URL を貼ってるんですけど、もう飛ばし飛ばしでいいんで、まあなんか別人に化けている姿をこう動画でずっと撮ってるのがかなりすごいんで、なんかそれをちょろっとでも見た上でこう続きを見ていただけるとインパクトがあるかなっていう思います。ゆっくりですね、ピンセットを使っていただいて、はい、でこの状態でまず、このここの端今1ミリぐらい出てますけど、これをまず切ります、うん、はい、毛を切らないようにまず切ります。でここを切って調節していくんですけど、まずこの状態で目にのせてどれぐらい切っていいものなのかを見ます、うん、はい、はい、これですね。まず失礼します、目をじゃあ閉じていただいてですね、うん、だいぶ長いですね、だいぶこれの分だけいらないんですよね。だから4ミリぐらいかな、これですね、切っていきますぐらいかな。あんまりね、あの勢いよく5ミリとか切っちゃうと後に戻れないんで、ちょっとずつね。装着する前にこうちょっとこう何ですか、なんですか、こう なんていうのこれ、柔らかく、そう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 、目に沿うような、そう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 。でなんかあのおすすめの海苔がシュウエムラ、シュウエムラさんか、あとは資生堂さんがおすすめだそうです。うん、繊細だからブチって切れたりしないのかなっていう、これがね、切れることはないんですよ。この、ね、あのバンドの部分なんですけど、コットンを使用してるので結構丈夫そうですね、うん、これ慣れてくるとすぐに付け外しできるようになるんですか？あのこの調整だけ時間かかるんだけで、あの調整一回終わっちゃえばもうあとはノリをつけてこう装着するだけなんで、お、はい、はい、でつけていくわけですが、はい、シュウエムラさんのグルーをあんまり強力すぎないグルーを使っていただきたい。ここのですね、このバンドの取れない、うん、あの要するに、うん、このバンドからその固まった糊をピンセットで剥がしていただくっていうそのケアが必要なんですけど、その時に強力すぎるやつだとちぎれちゃう、あの恐れあり、うん、でミンクをあの何ですか、傷める恐れがあるので、で、あ、じゃあ剥がした後に、はい、ちゃんとこれをピーって取る作業が必要、うん、やった方が長持ちする。そうですね、はい、で見た目もやっぱり要するに海苔のそのレイヤーができちゃうと、うん、つけた時に前に出てくるから、そう汚いじゃないですか。でこうつけたら、あんまりつけすぎ注意なんですけど、つけたらちょっとこう乾かしてあげる、20秒ぐらい、20秒、うん、はい、これが、こう下からグッとですね、押し込む感じで、見えますか？こう見えません。いや、すごい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 、あ、そんなに全然違います。あ、全然違う。ピチキョチャンネル始まって以来のこう
女子力あるのかないのかわかんないけど。あ、こう YouTube 乗る感じ？あ、まずい。全然大丈夫です。乗る感じで。もっとちゃんとすればよかったです。いや、緩い感じが。でも、うちは、視聴者の 95% が35から55の男性なので。マーケティングが。まあまあそっからね。まあまあ、関連でね、つけまつげのつけ方とかね。そうですね。そうもっとちゃんとなんか、すいません、ちゃんとすればよかったです。言えよと。いや、すいません。行ったんじゃないこれ。行ったね。仕留めたね。仕留めたねこれ。仕留めていただいてありがとうございます。こっちの方が綺麗についたかな。あ、こっちの方がより、うん、自然に？うん、あのなんだろうかな、なんだろう、こう。こっちもバンドが見えないです。上から見たら。なんか目が乗りついてる。ごめん。ちょっとあ。ベリ？はい。ほら、あ、すげー、全然違う。おお、あの目を開けた時にまつ育感がすごいんですよね。で、あと横から見た時とか、まつ育はね、うん、たまにしてた。うん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 、いや、すごい。メイクいらず。まあ、いるかな。先生ありがとうございます。いや、こちらこそ。すごい。というわけでこの目ができました。これなんか剥がして、この糊を剥がした後ちゃんとこう汚れ取って収納するっていうのをやれば30回ぐらい使えるんだって。だから今日、まあ今からご飯行くじゃん、で帰ってきたら洗って再利用みたいな。そうだから、ペーって剥がした後渡すからちゃんと糊剥がして俺がやるやってね。じゃないとほら、私扱い悪いからさ。そんな感じで、あとちょっとお気づきな方っていうか、全員気づいたと思いますが、ピチキョチャンネルのオープニングとエンディングができました。今回から採用だ。そう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 。それではまた、バイバーイ。すでにこの状態でどうするって言ってます。どうするのこれ。使うんじゃないの。塗り剥がさないと。